はい、皆さんこんにちは。どうやらですね、この CP プラス2020の開催が中止が決定されたということで、ホームページを今見てるんですけどね、まあ、どうやら確定みたいです。はい、でね、昨日ですね、私CP プラスに関連する動画をアップさせていただきました。はい、CP プラスっていうのはね、実際にそのカメラなりアクセサリーっていうのを手に取って操作感を確認するっていうことができるというところが醍醐味であると、そういうショーなんですが、やっぱり7万人とかね、多くの方々が来られる、不特定多数の来場者の方々が感染するリスクをはらんでいるということで、今回ね、中止となったということで、この判断につきましてはある意味ね、やっぱり英断じゃないかなと思っているんですが、それにしてもね、やっぱ驚きましたね。驚きましたし、残念であるということです。はい。こういったね、大規模なイベント系っていうのは、やっぱりね、人が行き交うし、密集しますね。そういう特質がありますんで、交差感染のリスクが伴ったりとか、なのでね、今回の中止っていうのは、致し方ないことなんかなっていうふうに、ある意味ね、思っています。はい。ただね、人が交わったりとか、人の動きっていうのは、そのものっていうのはね、経済活動を示しますんで、今後の日本のね、経済状況っていうのが非常にやっぱり心配ではありますね。特にその、オリンピックね、オリンピックはね、噂ではありますけどね、延期になるとか、中止になるとか、そういう噂も、見解としては出ているみたいで、はい、個人的にはですね、今我々が、こんな状況下で、何をすべきなのかっていうね、何ができるのかっていうところ、ここを考える時期に立たされてるんじゃないかなということを思っています。最近ね、私思ってるんですけど、こんな状況であるからこそ、やっぱりね、我々としては、その自分個々ができうる範囲で、個々の価値を磨いていくという時期に立たされてるんじゃないかなっていうふうに思っていまして、私なんかはね、仕事の性質上自宅で作業しています。基本的に自宅で行う作業ばっかりなんですが、自宅でもですね、価値の創造っていうのはできると思っています。はい。ここはね、写真のチャンネルなんで、例えばその写真の勉強をするとか、はい、次のステップに備えてね、機材の準備をするとか、できうる範囲でね、作品のクリエイトに専念するとか、はい、つまりね、その普段はやらないこと、普段はちょっとやったらすぐ手に入ることっていうのは世の中いっぱいあるんだけど、遠回りしてでしかできない価値の創造みたいな、そういう活動を、私なんかで言うと、そのブランド力のね、会社、私持っていますが、この会社のブランド力の、構築みたいなね、そのすごい時間かかるじゃないですか。そういったものとね、やっぱ向き合っていく時期なんじゃないかなっていうふうに思っています。はい。今回のね、コロナウイルスの収束が、仮に、そうですね、半年後であったとして、その間我々っていうのがね、その写真とか映像に、携わりつつ、一体何ができるのかっていうのをね、そこをね、やっぱり、磨いていく時期なんじゃないかなっていうふうに、試練なんじゃないかなっていうふうに思っています。はい。なので、私としてはですね、その遠回りしてでしか得られないスキルとか価値とか、ブランド力とか、ここと向き合っていきつつですね、で、皆様方におかれましてはですね、はい、今ここがね、やっぱり踏ん張り時だと思いますんで、なんとかこの状況、現状をですね、打破すべく、我々のエネルギーでね、前向きに乗り越えていけたらというふうに思っております。そんなわけでですね、関係する方々含めてですね、私も大変残念ではありますが、今後もですね、引き続き、できうる範囲内でね、価値や情報の発信というのをしていくつもりではございますんで、引き続きですね、どうぞよろしくお願いいたします。はい。そんなわけで本日は以上です。ありがとうございました。